骨の髄まで喋り尽くすピラニア。川に落ちた牛や人を皆で襲って白骨にしちゃう。でも実はピラニアはすごく臆病。基本的には臆病で、何かが川に飛び込んできても普通は逃げちゃうんだって。でも血の匂いに興奮する性質があるから、傷とかがあると襲ってきたりするとかって。中には肉を食べないベジタリアンのピラニアもいるんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。